どうも、新宿アボイ金清です。伊沢です。新宿アボイの中年の主張でございます。いやなんかさ言っちゃうからいいんじゃないか。あのエロアカウントフォローしてるって言ってちゃうから、ね、サバアカで、うん、で、こっちちょっとお笑い修行のつもりでもやってるわけですよ。お笑い修行修行、うん、なんかお笑い芸人っていうね、あの衣を剥いだ状況でサブアカウントをやって、どれだけ人を笑わせられるのかっていう。ああ、なるほどね。一応お笑い修行のつもりでね、やってはいるんですけど、で、一個ね、すごく受けたのがあって、何でもいいから質問くださいって言われて、長いと嫌なのはどっち、A 説教、B 脇毛っていう二択問題出したら全然違うもんだけどウケるって言って何その選択みたいな。だからもう相手からしたらなかなかもう全くちょっとね違う選択したから、なるほどね、お笑い修行やってますよ。あ、そうそう、え、どっちとか書いてきたの。説教かなって。あ、説教かなって。やっぱり説教の方が機嫌長いのに。機嫌長いのは大丈夫ですね。説教がいいやし。あれ、究極の選択みたいな感じだよね。感じがね。ちょっとね。そのやつね。そういうのを。そういうのを送ってる。まあ、でももちろん誰だか分かんない人に。分かんない人に。全然分かんない人に。俺は笑い修行でやってるから。あ、はい、全くエロい気持ちがなく。はい、お笑い修行、どんだけ笑わせられるのかってね。だからそれとは別に、エロサイトも見てるわけでしょ、そのアカウントで。まあ見てるはいるけど、それはね、それはもう全然違うから、それはもうおかずだから、主食はお笑い修行でね、お笑い修行で、一切そういう芸人ですっていうのを言ってなくて、ね、だから、例えばさ、なんか、そうスペースって言ってラジオみたいなのがあるのよ、この X ツイッターで、はい、でフォローしてる人がそのなんつうの全員聞き行くみたいなところでさ、まあ喋ってる人もなんか質問欲しいからさ、はい、なんか質問送ってくださいみたいな、コメントくださいみたいなんだけどさ、なんかその盛り上がってるところでさ一人だけ大喜利みたいなのかますからさ、あちょっとさ空気読めてないみたいな感じにもなるわけよ。だからそれは今これ投げたらこれ空気壊すから、ちょっと置いて話変わったら投げようとか、タイミングも、ね、タイミングを待とうみたいな、そういうなんかお笑いの修行してます。あ、間を見る間を見てるちゃんと今この話の展開でこのコメント投げたらちょっとずれるだろうなとかやってるから。別に普段の会話でいけんじゃないの、それ別に別にサブアカでやる必要もない。じゃあ大阪だとお笑い芸人っていう意気をまとっちゃってるから、なんかはまあそうか、分かる、一人の人間として、人としてね、自分の笑い力ってどうなんだろうとか、全く知らないゼロの人を笑わすって結構大変じゃん。ああ確かに、だからこれどういう風に言った時はウケるんだろうとか、そういうことでやってますね、はい。まあ、一切エロい気持ちがないって僕は。ああ、はい、まあそういうね、ただそのエロいアカウントの人にウケたいっていう気持ちでやってるっていうだけなんでまあ別にそこはそんな別に強調しなくていい、強調しなくても別にだって分かんないわけだし、その実際見れないじゃん、見れないね、どれかは分かんないよね。そうそう、投げまね、だからそう、確かにな、なんかそう、それはないけど、なんか例えば何かで会った人がさ、もう芸人さんだよとかっていう人いるじゃん、いるいる、でも知らないのとかっていう人いるけどさ、もう知ってたらさ、見た時点であってなるわけだからさ、はいはいはい、もう変に言わないでほしいなって思ったりもするの、で、多分それ言われたらめっちゃハードル上がるじゃん、なんかハードル上がるからさ、あなったら何も言わずに
普通に喋ってるのかこっちも普通にやっててね、うん、なんか笑わせたら面白い人は芸人さんなんだの方がね、うん、そうそっちの方が喋りやすいよね。変に構えちゃうからね、うん、知ってたらあってなるわけです。自分でハードル上げる行為だからね、お笑い芸人やってますからね。そうそうそう、で変に気使われてやっぱりテレビ見ないんですよとかって言われてね、言われてねでいやそんなテレビ出てないんであれですけどって毎一回その会話があった、うん、別になんで知らないのとかってなんぼ言われたって知らない人はもう知らないからさ、こっちはもう何も言いようがなくなるからさ、いやうん、何も知らない状態で喋ってるのがね、うん、確かにそれはちょっとまた違うよね、感覚的にね。そう、うん、あと本当に自分って面白いのかなっていう確認もしたいなっていうのが、あ、なるほど、うん、その一切何もない状態、ね、ないゼロの状態で、でも意外と向こうの方が面白かったりもする人いるんだよな。ああ返しとかが懐かしいよね。会社とかビビっちゃってこっちがもう逃げたことあったもんね、うん、なんか言ってたからちょっと俺うまいことで返したのよ、うん、謎かけみたいな感じで、そしたらそれに対して返してきて、うん、やべ俺もう浮かばねえから、うん、なんか付き合ってくれてありがとうございました。逃げちゃったりもしたから、なんかドラクエみたいな、ドラクエで経験値上げようと思って、そうあっちこっち行ってたらやっぱね、つわものいるから、うん、で出てきて、そう逃げるを選択して、いやあれ恥ずかしかったね、自分でやってて、うわ俺20年ぐらいやっててもまだ逃げるんだと思った難しい、やっぱお笑い修行、ね、あまあ結構大変だよ、ね、まあ確かに、うん、だから変な話さ、もうキャリア積んでくるとさ、うん、こう注意してくれる人とかもいなくなるわけじゃん、うん、だまあ、そういうのも取っ払ってさ、うん、面白くなかったら面白くないって言われるし、うんうん、まあそう、逆にそうだよね、うん、で未知のツアーものとね、実は芸人じゃない人も面白い人いっぱいいるっていうのをさ、うん、勉強したりして、うん、あと喋りが上手い人とかさ、あ確かにね、そういう人もいるからね、本当にいるよ、うん、びっくりしたわ、やっぱ聞いてて、うんうん、俺よりも明らかに喋り上手いなと思って、うん、その人たちずっと聞いてるもん今そう、いやだからそのまあまあまあ もちろんね、その変なその緊張感というかその背負ってるものがないから喋れるっていうのもあるのかもしれないけどさ、うん、まあ、難しいけど、ね、でも一応まあね、なんか受けるようなコメントを投げてるけどね、うんうんうん、お笑い修行してるから、うん、すごいね、石澤は絶賛修行中なんですね。今修行、本当に修行してる今。まあ確かにこれは本当の。しかも文だけで笑わせないといけないから。そう文字だからね。言い方とか、ね、うん、表情とかもないから、そうそう結構大変だと思うんだよこれ。確かにそれは。本当になんか大喜利強い人じゃないと、うん、だめちゃくちゃ滑ることもあるから。まあね。まあ逆もあるけどね。文字だから面白いっていう。面白いよね。ね、うん、あっちの先入観がないからね、うん。あとコメント全く読まれないとかあるから。スルーされる、スルーされるみたいな。まあ例えばこれ芸人同士で喋ってたら、例えば石田さんが喋ったらそれを何とかして拾おうとかって考えるわけだからね、はいはいはい、うん、でもそれはもうそんなないからないから、うん、本当にただ一ね、変なやつが、うん、まあ、送ってきてるだけだから、うん、これはまあ確かにね、うん、まあ確かにだから気持ちは分からんでもないじゃん全く芸人って言わずに、芸人って言わずに、まあそんなのやめりゃいいじゃんって話なんだけどさ、過ごしてみたいなって思う時もあるもんね。なんか普通に、ね、普通にね。だからサブアカ作って別に成り変わってやってもいいんだよ。まあ、ね、まあでもあれか、文化が好きじゃないもんね、まあ、昔からね。そうね。それこそね、もう15、6年以上前に出会い系サイトとかね。あ、もう20年くらい前か。あ、20年くらい前。コミ君前だ。ね。やっぱ下手だったもんね。下手だったもんね。めちゃめちゃ怒られたもん。なんでこんな買い方すんだよって。西武線でぶち切れられたもん。地区だろ、こんな。気持ち悪いだろ、ぶちか見られるんだからって。まあ、まあ書いた文もそんな面白くはないんだけどさ、普段どんな服着てるんですかって言われて、ドレスとかって返してね、こうやって返したっつったら、なんでダブルをつけないんだっつって。逆と分からないだろって、ね、なんでカッコ笑いってつけないんだよ、普通に書いたら相手は分かんないんだぞっつって、どんな人かマジで捉えるじゃないかとかねっつってね、セーブ戦で怒られたの覚えてるわ。まあ確かにそういうね、
単にそれだけで文字だけで判断されちゃうからね。まあ確かにそれ以降返事なかったわけだから、ね、ここでカッコ笑いとかってやっとけば、まあ冗談言うようになったなっていうね。確かにね、それもお笑い修行の一つです、ね、確かに相当習ったからね、その時は ね、 その時ね。だからそれ以来ぶりをやってんだから。ああ、そういうこともね。まあちょっとその時はまたちょっと違うけどね、うん、内容は違えど、内容は違えど、うん、20年ぶりぐらいまた始めてちょっと初心に帰るっていうかね。なるほどね、初心に帰るっていうか、まあまあまあ、その20年前とは全くやってること違うけどね。あ、うん、まあまあね、でも確かに文字で伝えるっていうね。そう、伝えるね、まあ、難しいですよ文字って、うん、やってますね、うん、ね。じゃあちょっとまたもしかしたら違うこの修行を経るかもしれないね、経てね、何かがあると思う。はい、ありがとうございました。